や、俺を探してんだってな。望み通り来てやったぜ。すぐ喧嘩売るじゃん。あの時の、え、やっぱりてめえもアバランチだったんだな。え、何、どうだろう、かの、ちょっと待って、舐めてんじゃねえぞ。見えちゃいけないものが見えた。おい、あいつを出せ。いやいや、通りがかりっていう説もあるから。へ、いやー、ボルネオさんの秘蔵っ子よ。お前ら全員ギッタギタに切り刻んで神羅に突き出してやる。待って、ガッツ捕らないが。でもこいつが強くなかったよな、言うて。こいつね、マジでね、言うてね、言うてなんだ、私。包丁怖っ。ほんと夜道で会いたくないキャラクターナンバーワン。休むなんて許さねえぞ。なんで、そこで、え、なんで、待って、これ口、ねえ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 、やばい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 、動けない、動けない、動けない、マジで危ない、マジで危ない、マジで、え、待って、待って、え、待って、待って、これ一撃必殺ってマジで確定キルってこと？うわ、これ即死なの？え、これ確定でキルだ。おいおい、それはね、ちょっとね、空気感変わってくるよ、それは。出番だよ。俺が。待って、包丁はダメだって。包丁はダメだって。待って、恨み節もダメだって。恨み節もダメ。オッケー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 、ナイス。待って、当然はなくなぞ。これはフェニオ係を作ります。まずい、恨み節。どうだ、いやー、ちょっと待って、ダメだってこれ、ダメだって、ダメだって、